い、こんばんは。意外と好評のスーパー大人クラブの時間でございます。本日ですね、東京世田谷区小山台にございます、コーヒーショップに行ってまいりました。これ本当に偶然かもしれないですが、まあ、私が素敵だなと思っている女性がいるわけですね。で、今ふらりと立ち寄ったんですが、白いパーカーを着ててくれたんですね。これは偶然かもしれないんですけど、私がね、木村カエラさんは、2番目に、パーカーの似合う女の子、そして、1番はその人であると、そう言われて悪い気はしないと思うんですが、偶然、どうなんだろう。前にもお話したかもしれませんが、私にはもともと3人兄弟だったんですね。そうね、失礼します。でそのうちの、2人は、残念ながら亡くなってしまいました。その人に対してはね、最初は本当に恋愛感情を抱いていたんですよ。これは間違いないことですね。それがね、だんだんと親戚のようなね、そういう気持ちになってきました。そして私の中で、そのコーヒーショップのオーナーの奥様はお姉さんなんですね。その友人の、ちょっとショートヘアのね、方は私にとってお母さんなんですね。こちらの方にね、写真ありますが、多分私はもう本当に家族は父も母も亡くなってますし、本当に孤独なんですよ。なのでそのコーヒーショップでね、たわいもない話をしたりしてる時がとてもまるで親戚の家に遊びに来てるようなそういう感覚なんですね。これはなかなか伝わりにくいことかもしれないですが、何はともあれ私にとって素敵なその場所であることは間違いない。ちょっとしんみりしたスーパー大人クラブでした。すいません、ちょっともうエロネタがないんで、まあもしよかったらですが、あれ、これ国民的アイドルですか、松田聖子さん。はい。ちょっとこっちの方ね、ちょっと色っぽい。はい、あれ、こっちも同じ。ちょっと色っぽい、はい、松田聖子さんね。うわー、あれ、こんな感じで、うわ、もうこれだけで色っぽい松田聖子さん。すいませんね、あんまりそこまで、エロネタがないので、はい、スーパー大人クラブ、これにて終わりにしたいと思います。明日は土曜日なので、晴れてたら、遊びに行こうかなと思ってます。それでは、スーパー大人クラブこれにて失礼いたします。
それでは See you next time です。じゃあねー。